どうも皆さん、こんにちは、ほうでーす。今回もトレワーで GTA 5やっていきたいと思います。新入社員のね、ジョニーがトレバー工業に入社したんですけれども、ちゃんと働いてるのでしょうか。ちょっと今回は見に行きたいと思います。ジョニー、ちゃんと働いてるかーいさあどうだろうね。ジョニーはバレないように行かないとね。さあどうなってる。あ、すごいぞジョニー、めちゃくちゃ働いてるんじゃないこれ。机に大量に資料が載ってあるぞ。マジか、すげえ。うおー、ジョニーめちゃくちゃ働いてる、すげえぞ。見てください、なんだこれ、こんなにも大量になんか資料を作成してるぞ、すげえジョニー働き者すぎるんだけど、まあ、バレてない、全然バレてない。めちゃくちゃ集中してるね、すごいなこれは。めちゃ仕事熱心だね。まあ、今回はね、ちょっとね、ジョニーはデスクワークじゃなくて、ちょっと実践で働いてもらいたいんですけど、ジョニーさんジョニーさん、すげえ、めちゃくちゃ働いてて全然バレないぞ。すごいぞ、めっちゃ近づいてるのに全然バレてない。ジョニー、聞こえてるすげえ集中してる。うおー、しかもなんかこんなとこにファックスまであるぞ。懐かしい。あ、ジョニー、ようやく気づいたのめちゃくちゃびっくりしてるぞ。ということで、ジョニー、ちょっと今日はね、働いてほしいんだけど、シミオンのお店まで行ってくれない？おー、やってくれるみたいだね。さすがー、ありがとう。ということで、ここからはね、ちょっと、ジョニーに代わってやっていきたいと思います。うおー、めちゃくちゃたくさんの人たちが来てるぞ。今日はトレバーさんの代わりに僕が頑張らなくちゃいけない。ということで、ジョニーは仕事場に向かいたいと思います。そしてこちらが前回手に入れたジョニーの車です。めちゃくちゃかっこいいスーパーカーだ、やったぜこれで出発しましょう。シミオンの店まで行くぜ。よし、エンジン始動、よし開けて行くぜ。おお、トレバーさん行ってきます。出発だ。そして車内はこんな感じです。めちゃくちゃかっこいい。そしてこのペイントもね、めちゃくちゃ綺麗だね。美しい桜のペイントかな。行くぜー、加速早すぎる、やべー。ジョニーめちゃくちゃスピード出すからね、怖いんだけどね。気をつけてね、ジョニー飛ばしすぎだよ。そんなに急がなくてもいいから、安全運転で行こう。シミオンのお店に到着ー、こんにちはーなんだこのクラクションすげー、ジョニークラクション変えてたんだね。よーし、着いたぞ。では、ここにシミオンがいるはずなんだけど、あ、いたわ、シミオン。こんにちは。あ、近づいてきたね、シミオンが。こんにちは、シミオン。なんか僕に仕事あるんだって？あ、ペガシのオシリスを持ってきてくれないかって言ってるね。わかったよ。じゃあ持ってきます。すげえ。で、もちろんちゃんとね、給料もらえるんでね。では、オシリスを探しに行きましょうかね。ちょっと待って、これ、なんか GPS ついてるんだね。で、どうやら、ここにいるみたいだね。そうなんだ。GPS ついてるのはめちゃくちゃありがたいぞ。よーし、行くぜー。ってか、ちょっと待って、なんか手配度ついてるよ、これ。まずいって、スピード違反してるんじゃないまず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 い。手配度1だ。逃げて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 。うまいこと逃げてね。そして 1.1 キロ先にいるみたいだね。そのオシリスを、もらっちゃいまーす。やばい、うわー、ぶつかっちゃったすげーぶつかってるぞ。ジョニーしっかり運転して。うわー、ジョニーはね、慌てるともう運転がめちゃくちゃになるので。マジかー、運転めちゃくちゃすぎー。めっちゃスーパーカーなんだから気をつけて運転して。さあ、ということで、ようやく着いたみたいだね。この近くにオシリスが走ってるみたいなんだけど、見えるかな。もうちょっと先だね。さあ、そして見えてきたんじゃない。あったー、見つけたー、すれ違ったぞ。おー、すげー、めちゃくちゃかっこいい。ということで、この車もらいまーす。ただ普通にもらうのは結構難しそうなので、よーし、いいぞ、これで牽引していくぜー逃さんぞー、絶対。こっちでーす、来てください、こっちでーす。こっちに行こうか、こっちこっちこっち、来て来て、こっちにこっちだよ、こっちこっち、早く早く早く、待ちなさい、そっちじゃないの、こっち、こっちに来てめちゃくちゃ無理やり引っ張っていくっていうね。さあ、早く早く早く、こっち側まで来てよ。よし、いいよいいよいいよ、めっちゃ頑張ってるけど、どうやらこのジョニーが乗ってるスーパーカーの方がパワーあるみたいだね。めっちゃ逃げようとしてるね。もう無理だからね、降りてきて。よし、いいぞ。では早速もらって、やった、わー、まずいぞ、逃げようとしてるぞ。そうはさせない。さあ、降りてきなさーいよーし、やった、ゲットだぜー、逃げろー、行くぜー。めちゃくちゃ速い、この車。
かっこいい。さあちょっとね、傷つけちゃったのでこれ修理しない。やべーめちゃくちゃうっとんじゃった。あれ車はどこ行った。よかった、残っててよかった。やばいぞ、まずいまずい。手配度もついちゃったので、この手配度も消さないといけません。いやー、結構ボロボロになっちゃったね。フロントガラスとかも割れちゃいました。どんだけボロボロにしてんだこれ。ということで早速魔改造屋さん開けて。魔改造屋さん、ジョニー、あ、開けてくれた。今回はよかった。ちょっと待って、開けてくれたのはいいけど魔改造屋さんいないんだけど。魔改造屋さんうわー、嘘でしょ、マジかよ。やっぱジョニーだと改造できないんだね。マジか、絶対魔改造屋さん隠れたねこれで。なんていうことだ、無理か。まあ仕方ないね、もうこの状態で持って帰るしかないね。これでシミオンの店まで持って帰ります。多分これ買い取り額みたいな減っちゃうんじゃない。こんだけボロボロにしちゃったけどいいのかな。うわどんだけ飛ばされるの、まずいぞこれ。なんか下の方に書いてあるんだけど、22秒以内に車両の中に戻りなさいって書いてる。やべえ、危ねえ。あと19秒以内に戻らなかったらやばかったんだね。ミッション失敗になったのかもしれない。おーい、シミオン持って帰ってきたよ。結構ボロボロになっちゃったけどね。さあこれでちゃんとミッション完了になるのかな。こっち側だね。おお、来たよ。さあどうなる、買い取ってくれるのかな。ちゃんとこれが車ですよ。やばい、銃撃戦してる。なんか19,500ドルだって。やったー、すげえ。ということで第2弾ちょっとやっていこうかな。シミオ、もう一つ仕事くれない。なんかさあ次は何だろうね。あ、グロッティの車持ってきてくれだって。よーし、やったぜ、頑張りましょう。さあ車もちゃんとねこっちに戻ってきてるね。うー、嬉しい。これはやったね、 GPS ちゃんとついてるよ。3キロ先だって。あ、ここで銃撃戦してたんだね、すごいな。もうマジでここ治安悪すぎでしょ、本当にこの地域は治安悪いわ。行くぜー、うおー、危ねえ危ねえ危ねえ、なんていうことだ。あと少しで200キロ出そうだったね。待ちなさーい、こっちに向かってきてるのか車が。ということはここは行き止まりにしとこう。そうすると来るはずなんだけどね。来た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 、この車だ、間違いないぞ。止まってくれー、待つんだー。止まりなさーい、止まりなさーい。うわー、めちゃくちゃ壊れちゃったぞ。嘘嘘嘘嘘、ちょっと待ってくれー、その車シミオンが欲しいんだ。よーし、やったぜ、めちゃくちゃボロ、やべー、警棒持ってる。めっちゃあの人怖いんだけど。そしてあー、めっちゃボロボロになっちゃったけどなんとか普通に動くね。よし行くぜー。いやー、すげー、わー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 、ちょっと待て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 、気をつけてジョニー、しっかり運転してくれ。うわー、うわー、やばいぞこれ、ボロすぎるってば。めちゃくちゃボロいことになってる。まあ、まだ手配度1なんでね、全然普通に逃げ切れるんで、このまま逃げ切りたいと思います。いくよー、加速ー、めっちゃ速っ。もう普通に200キロぐらい行きそうだね。ただちょっとあまりにもボロくなっちゃったので、シミオンがね買い取ってくれない可能性があるぞ。修理したくてもジョニーだと修理ができないんでね、まあこのまま持って帰るしかないですね。さあどうなるんかな。よーし、シミオンのお店まで到着。シミオン、まだちょっと手配度ついてるけど、もう少しで消えるんでね。よし、いいぞ。帰ってきたよ。これはいくらになるのか、確かめてみよう。あ、やっぱ無理なんだね。これ、まずは修理してこいって書いてあるけど。いえ、ちょっと待って待って。ジョニーは修理できないんだよ。どうするんだ、これ。なんかどっか修理できるとこ探そうか。それしかないね、もう。ジョニーでも修理できる場所ないんか、これ。いろいろ走ってるうちにもうこんなことになっちゃいましたよ。もうめちゃくちゃボロボロになってるんだけど。ということで着いたよ。ここの魔改造屋さんなら前一緒にねトレパーさんと入ったので行けるはずなんだけど。開けて、え、すげえ、開けてくれた、マジか。でも魔改造屋さんがいなかったら、おお、いた。マジか、魔改造屋さん、めちゃくちゃボロボロになっちゃったんだよ。これ修理してください、ボロボロすぎるよ。ということでなんとか修理完了です。すげー、お金結構かかってしまいましたけど、これはもう仕方ないね。あとはもうめちゃくちゃ慎重に運転して帰るしかない。よかったー、魔改造屋さん、ここの魔改造屋さんならなんとか修理できるみたいだね。よし、ちょっとジョニー気をつけてね、もう本当にちょっとでもぶつかったら大変なことになるから。ということで、なんとかジョニーは今のところぶつからずにここまで来ております。いいぞ、ジョニー。ちょっと待って待って、何やってんの？信号無視しちゃってるよ、ジョニー。嘘でしょ？マジか！
やばいってジョニー。あ、ここはちゃんと青信号だね。よーし、曲がりました。いや怖いな、ジョニーもいつぶつかるかわかんないもんね。さあ、そしてついにシミュオンのお店です。これはいけたんじゃない。もうこれ新品同様のね、綺麗さだからね。でそしてあのオレンジの枠に入らないといけない。よし、いけるかな。はい、やったぜ。シミュオンも驚きの綺麗さだぞこれは。さあ、シミュオンが見てきました。来ました、シミュオン、これですよ。お、やった、6500ドルだって。さらにシミュオンが仕事を持ってきました。さあ、なんだろうね、次の仕事は。マンモスパトリオットの車だって。2500ドル、なんかちょっと少なくない。おお、シミュオンが外にいるね。行ってきまーす。2キロ先か、行くぜー。なんかすげえ爆発してますけど、これ一体何ですか。なんだこれ。相変わらず大爆発だね。なんか港の方に向かってんのかな、これは。めっちゃ離れてるように気がするんだけど、結構遠いね。ちょっと待って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 、またなんか手配ついてるぞこれ。ちょっとジョニー。スピード違反したでしょ、またすごいことになってるよ。どんだけ手配度つけてるんだ。よし、ブレーキ。そしてこの近くだね、もう少しで来るんじゃない。ちょ、待って待って、このトラックを抑えよう。あ、見えた、白いやつだね。あー、燃え始めてる燃え始めてる。さあ、どうするんだ、こっちに来るのかな。いやー、来なさそうだね、まだ今のところ。うわー、爆発したー、大爆発、やっべー。待ってくれー、君だ、やばい、燃えてる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 。待ちなさい、マンモスパトリオットゲットー。よーし、やったぜ。ちょっと待って待って、爆発に巻き込まれる、急いで急いで急いで、行くよー。逃げろ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 、手配度は消えたね。よーし、やったぜ。ということでこの車も一緒に持って帰りますか、シミオンのお店まで。行くよー。やっぱワンモスパトリオットはパワーが全然違うね。余裕で運べるぞ。やばい、でも手配度がついてるからね。手配度をどうやって乗り切っていくのか。ジョニー頑張って運転してね。やばいよ、前からパトカー来てるんじゃないこれ、どうすんの。おー、すげー、ジョニー余裕です。慌ててません。よー、そんな真ん中通っちゃうんだ。めちゃくちゃ危ないとこ運転してますけど、頑張ってるね。お、手配度2になってしまってるけど、どうしたんだ、大丈夫かこれ。いけるんでしょうかね、ジョニーくん頑張ってくれ。よし、いいぞ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 。ちょっと待って、ここはまずいよ、警察署の横だよ。これはまずいよ、ジョニー、すげー撃たれたぞ今。なんとかこのスーパーカーも一緒に持って帰ってるけど、ジョニー急げー。よーし、あと少しだー、シミオンのお店まで。やった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 、来たぞー。助かったんじゃないこれは。車はここに置いとこう。よーし、ギリギリセーフー。見つかる前になんとかこっちまで来ました。なかなかジョニー逃げるのうまいね。よーし、オレンジのとこに行けば。お、シミオン来たー。さあ、どうこれ、もうほぼ新品でしょ、すごくない。おー、ちょっと今日の仕事は終わりなので、トレバーさんのとこに帰りたいと思います。よし、行くぜー、出発進行。トレバーさーん。さあ、ジョニーがトレバーさんのお家に帰ってきましょう。トレバーさん、仕事終わったよー。あ、さすがにトレバーさんはいないね。ということでこの車は車庫に直しておこう。到着。よし、やったぜー。さあ、トレバーさんはどこにいるのかな。ただいまー、トレバーさーん。さあ、ここでパスワードを打ち込んで、お、開いたぞ。そして、あ、トレバーさんがいる、すげえ。いやー、仕事頑張りました、やってきましたよ。めちゃくちゃ褒めてくれてるぞ。え、なんだって、ボーナス、嘘でしょ、すげえ、マジかー、トレバーさんからのボーナスが。これはすげえ、めちゃくちゃいっぱいなんですけど、本当これ。ということで、チャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバーイ。